うございます。ザランページの山椒です。今回の岡山アートフィルムはですね、ここ岡山駅にやってまいりました。今回はですね、小島にお邪魔して、読者の方々からいただいた、表紙の、カバーをですねプロデュースするという企画をやったりですね、あとは、岡山に昔からある、吉備津神社にお邪魔して、神社の歴史だったりとか、いろいろと遊んでいきたいなと思うんですが、なんとですね、岡山アートフィルム第1人目のゲストが、本日来てくれました。ザランページフロムエグザイルトライブから後藤拓磨くんです。ありがとうございます。どうも、拓磨です。よろしくお願いします。お願いします。はるばると、はるばるとね、やってきたね。いや、第1回目のゲスト僕で大丈夫ですか？いやいやいや、全然。いや、光栄ですけど。いや、たっくんだったらこう、なんていうんですかね、こうナチュラルに岡山に溶け込んでくれそうだなと思ってもうちょっとすでにちょっと地元感出てきた。お、ほんまに？あ、岡山に来るのは約、3年ぶりなんですかね。3年ぐらいか。どう、まあまあ全くだからなんていうのかな、そんなに岡山のことを深くも知ってないと思うんですけど、まあそうですね、まあ、この旅を通してタックに岡山のことを知ってもらったり、あとタックを呼んだのにはもう理由があって、それはあの小島に行った時に、分かるので、ぜひそちらも今回の旅で楽しんでいきたいなと思います。はい、なんか意気込みがあればどうぞ。いや、もう全力で楽しみ尽くしますよっていうその一言に尽きるんですけど、はい、しっかり岡山、山椒さんのこの岡山愛を僕も引き継いで、お、嬉しいですね。いろんな人に広めていけるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本日はですね、歴史だったりとか、あとアートフィルムなんで、はい、あのアートの文化の方にもね触れて、今回も楽しんでいきましょう。はい、それでは早速行きたいと思います。おー、すごい出てきますよ。お、ほんまや、怖いな。多分一番怖いな、最大の